久しぶり。僕フォルテ、おはようございます。フォルテです。シャキーン。本日は12月12日に僕オーケストラと共演をするんですけども、その公演で一部で、塩さんと高松愛ちゃんと千野哲太くんとセッションをします。で、今日その合わせをする日なんですけども、これから塩さんが来ます。久しぶりに、1年ぶりにね、塩さんと会うので、せっかく久しぶりに会って、僕は YouTuber なのでドッキリがしたいと。そのドッキリをするために考えた企画はこちら。塩さんが入ってきた瞬間に僕が伴奏を始めます。この有名曲の伴奏を始めた瞬間に、オペラ歌手の塩さんは歌ってくれるのか。まあ彼女もね、オペラ歌手ということですのでね、まあせっかくだったら歌ってくれるんじゃないかな。こんだけガチガチにカメラを機材用意したので、歌ってくれると信じて、これはもう友情の証ということでドッキリをしたいなと思います。題して、出会って3秒で有名曲の伴奏が聞こえたら、オペラ歌手は歌ってくれるのか。ドッキリをやっていきたいなと思いますよ。こんだけ機材が用意してたら、僕がここで伴奏を始めた瞬間にさすがに歌ってくれると思うんです。皆さん、ドッキリ楽しみにしておいてください。僕はシオタン。あ、フォルテ君久しぶり。1年ぶりですね。お久しぶりです。お久しぶりです。こんな機材があるのが何のドッキリだったでしょうか。もしかしてこのギターがいきなり歌うかみたいな。そうです。あなたのねあなたの YouTuber としての素質をちょっとねチェックしました。あ、なるほど。なるほど。1年ぶりなのでね、まあ、こんな感じのね、まあ、感じなんですけども、成功です。出会って3秒で有名曲が流れ出したら、オペラ歌手は歌ってくれるのかというドッキリでした。3秒で、はい、でね、久しぶりに1年ぶりにね弾いたのでね、でもしっかりね、あの塩さんの眼差しを感じながら弾くことができたので、
来月私たち演奏しますので、ぜひとも皆さん来てください。この後ちゃんと今からリハを開始したいなと思います。というわけでね、素晴らしい音楽を楽しみにしておいてください。皆さん